どうして？
ね、あのね。ありがとうございます。
ごめんなさい。
センスだ。貴様、行け！破壊神暗黒四天王！あれあれ？Yeah.
それ、なんかダッサい。もっと教授が謎解きしたり可愛いモンスターを集めるやつがいいよ。めっちゃなこと言うもんじゃないよ。各方面から圧力をかけられたらどうするんだ。どうや、次の動機になるんだぞ。お前らが人を殺すために必要な動機にね。だってさっさと次の黒が現れてくれないと僕がつまんないんだもん。まさか。実は べえなこりゃ。でもとにかく確かに何言ってんだ。試合なんて
私が絶対に許さないよ。希望ヶ峰学園修学旅行実行委員会がお知らせします。ただいま午後10時になりました。波の音を聞きながらゆったりと穏やかにお休みくださいね。ではでは、いい夢を。グッナイ。うん、でも とりあえずよ。これも因果律の定めか。
もう分かってんの？本当に？ねえねえ、もう10ね。日向くん？もしかして僕なんかのためにわざわざ食事を持ってきてくれたの？ああ嬉しいな。僕はご覧のありさまだからお構いはできないけど、まあゆっくりしてってよ。したの？なんだか怖い顔してない？俺はお前と話をしに来たわけじゃない。ただ食事を持ってきてやっただけだ。ほら、食えよ。え？食べさせてくれないの？何言ってんだ？だって一人じゃ食べられないの。ほら、手を塞がれちゃってるしさ。とはいえ、女子にお願いするのも恥ずかしかったから。来てくれたのが日向君でよかったよ。
で小泉さんはどうしたの？用事があるとか言ってどっか行っちゃったの？え、どうしてお前がそれを知ってるんだ？それはそうと話は聞いたよ。トワイライトシンドローム殺人事件だっけ？ちょっと複雑な気分だな。僕はあのゲームが好きだったからさ。勝手に話を変えるな。俺が聞いてるのは。それにしても僕は少しがっかりだ。目の前の脅威に立ち向かおうとしないなんて超高校級と呼ばれるみんならしくないよ。ねえ、本当にこのままゲームをプレイしないつもり？それはモノクマが放っておくと思うの？いや、それは君たちは自ら立ち向かうべきだよ。絶望に立ち向かってこその希望なんだからさ。俺はもうお前に騙されるのはごめんなんだ。じゃあな。あ、ちょっと日向君、ご飯食べさせてくれるんじゃなかった？おい、日向君ってば。
ねえねえ、あんたね、もう。ほらほら、
証拠実行委員会がお知らせします。ただいま午後10時になりました。波の音を聞きながらゆったりと穏やかにお休みくださいね。ではでは、いい夢を。グッナイ。あれれ？ねえねえ、サンキューね。Thank you.
Thank you.
旅行実行委員会がお知らせします。お前らグッドモーニング、本日も絶好の南国日和ですよ。さて今日も全開気分で張り切っていきましょう。ごきげんよう。わっす。おめえな。どうして？つうかさ。あえて言おう。あの、もしかしてよ。何それ。もうレッツゴー。ねえねえ、うん、何その黙ってろ。震えよ。我が名は田中ガンダム。流れよ我が涙。とりあえずよ。分かってんよな。
つうかさ。わかったぜ。よう。うお。おいこら。つうかよ。
よっしゃ。エンジン全開。とりあえずよ。よいしょ。とりあえずよ。よっしゃ。つーかよ。エンジン全開。うっせえんだよ。
おいおい、てめえ。ああ、うちのロンだぜ。
あれって西園寺だよな。なんだよ、期待させんなよ。ソニアさんかと思ったじゃねえか。なんかあいつ様子がおかしくないか。匿名で例えるなら涙の全力疾走って感じっすね。あれ、ビーチの方から走ってきたみたいですけど、何かあったんですかね。あれ、ですね。ごめんなさい。残念。早めに来たから一番乗りだと思ったんだけどな。うわっ、千秋ちゃん水着のまま来たんすか。後で荷物になっちゃうじゃん。そうなったら大事でしょ。けど荷物を嫌がる割には荷物持ってんじゃねえかよ。みんなで食べるお弁当の代わりのアイスクリームだよ。否定するわけじゃないんですけど、アイスクリームとお弁当ってジャンルが違うので代わりにはならないと思うんですけど。それと海でみんなでやろうと思ってボードゲームなんかも持ってまいりました。わざわざ海でやるのはパスで。どうかした？いやいやいや、遅くなって終わりな。おまりさん、どうしたんですか。なんだよ、なんか変か。ちゃんと水着だって着てきたぞ。じゃなくてその傷ですってば。今なら血だるまさんってあだ名をつけられてもおかしくないっすよ。ああ、
これのことか。ふん、ばったり会っちまったんだよ。ここに来る途中に2台のおっさんとな。となれば戦うっきゃねえだろ。大丈夫なんすか？なんか頭とか割れてるっぽくないすか？ま、唾つけとけ治んじゃねえか。人間の唾を過大評価しすぎだろ。けどワクワクすんな。あんな強い奴がいたなんてな。ひなた、なぜお前たちがここにいるんだ？つうか、なんかおめえ息上がってね。人泳ぎしてきた後だからな。人泳ぎって？3時間ほど島周辺を泳いでいた。ベタだけど突っ込んでおくね。人泳ぎってレベルじゃないよ！つうか、どうしても泳いでんだよ。泳ぐのはこれからだろ。そのための待ち合わせだろ。遊びではない。泳いで別の島に行けないか試していたんだ。え？だがいくら泳いでも別の島は見えなかった。どうやら泳いで島から出るのは難しいようだ。難しいっていうか、3時間も泳いで何も見えないなら確実に不可能だろう。ああ、そうかもしれないな。つうかよ、最高だぜ。おやおや、最近の若い娘さんは発育がいいですな。それは世の女性に対する宣戦布告ですかな。よかろう。いぶきがテクノロジーの力で受けただと。思い切ってシリコン投入っす。わけのわからぬことを言うな。あ、遅くなってしまって申し訳ありません。ダメージを負ってしまいますから。ですがウェットスーツなんて着たことがなかったので、それで手間取って遅れてしまいました。本当に迷子ですわ。あらまあ、ソニアさん、あの、あ、弱りましたね。あ、では、うわー、よっしゃ。うっせうっせ。
ジン全開。一定の捜査時間の後、学級裁判を開きます。誰か来てくれ。